うるさいな。少しくらい我慢なさい。何を飲もうと食おうと。ダメなのです。その飲み物はあなたにはまだ早いのです。なんで私が憂鬱か知りたい？私の死に方が決まったからよ。そんなに落ち込まなくてもいいのよ。割と一瞬で死ねるからそんなに怖くないわ。でもまた。そうね、またダメね。これだと私の命日。6月の25日の夜だと思いました。綿流しの祭りが終わってからだいたい1週間後か。まあ妥当なあたりね。やっぱり決まってるでしょ。あんた自覚ないの？はう、はう。頑張りましょう。次のすごろくではきっと6が立て続けに出てくれることもあるわよ。